庄内王家ニコウモリは、菊科コウモリ相続の多年層。本属に属する種の花は、悪臭がすることが多いが、本種の花は芳香を持つ。2015年に新種記載された。根茎は直径3から7ミリメートルで、わずかに射上し、細いヒゲ根が生える。茎は直立し、上部はジグザグに屈曲して伸長し、1から2回分子して、 高さは50から120センチメートルになる。茎の基部の直径は3から5ミリメートル。わずかに縦筋があり、紫色を帯、無毛。根質用は花時には枯れて存在しない。茎の下部につく葉はやや肉質で深い緑色。表面に鈍い光沢があり、葉芯は三角形状から五角形状人型で、長さ15から25センチメートル。 幅18から2 6トルになり、横幅の方がわずかに長い。五列辺の先端は尖り、円には荒い巨子があり、基部は心形になる。葉の裏面葉脈状に褐色の多細胞の難毛が生える。傭兵は長さ5.5から1 3トルになり、翼はないかまたは基部側のみに狭い翼があり、基部は 中爆器を抱き、耳と呼ばれる小型の幼少がないかまたは小型の耳があって、幼少は円筒型にはならない。夏季は9月。登場花序は三棒状に上向きにつき、花序の枝は鋭角的に伸長する。すべて両性の筒状花からなり、頭花の花柄は長さ4から5ミリメートルになる。双方は強筒型で長さ11から13ミリメートル。 双方辺は一列でここあり、先端は A 線形となる。一等花は5から6個の筒状花で構成されており、果敢は白色で、長さは7から9ミリメートルになる。果実は長さ6ミリメートルになる。痩せかで花で観毛は長さ8から9ミリメートルになる。日本固有種。 本州の東北地方の山形県の省内地方特産の植物で、落葉紅葉樹林の林内や林園に生育する。種商名古藤オネスは、山形県の植物研究者で、本州の発見者である、加藤信秀への県名である。和名、省内オカニコウモリは、本州が本州の日本海側に偏って分布する、オオカニコウモリ P ニコモンテニスに似て、分布域が、 庄内地方であることから付けられた、庄内オオガニカワホリの意味。山形県鶴岡市において、山形県の植物研究者である加藤信秀によって、オオカニコウモリに似るが、葉の形状、双方の長さ、やせカの長さ、カジョの枝の身長の角度などで異なる、コウモリ相続の種が見出された。植物学者の角田雄一は、これらの特徴を調査した、結果、 未記載種であることが分かり、鶴岡市で2013年9月に採集したものをタイプ標本とし、2015年にこの種を新種として記載発表した。新種記載したカドタは、コウモリ相続の花は普通を職味を帯びた白色の地味なものが多いが、庄内岡にコウモリでは花の最盛期で純白となり、かなり美しいと記述している。また、花に方向があり、 この属の花には独特のどちらかというと悪臭があるのが普通である。コウモリ相属で花に方向があることは初めての報告となるとしている。ありがとうございます。